そうなの？そうなのってなんだよ。そうなのってなんだよ。なんだよ。せーの。こんばんは、ひなたです。わっさり、俺がゆうぺいだ。ウィドンねぇ、はい、説明してください。あ、ですね、ここにリンゴがあります。アップル、アップね、みんな大好き。お前も大好き？リンゴ大好き。かじってみて。あー、かじりかったー。きたいね。はい、ね、このリンゴですね、皆さん潰そうと思ったことありますか？これよくテレビとかでバーンってこう怪奇な人たちが潰しますけれども、これ潰すにはですね、握力がなんと80から90ぐらいいるらしいんですよ。70って言ってなかったっけ？うん、かよ。いいですよ。いいよ。この、ね、リンゴを潰すには握力が70から80ぐらい必要らしいです。ね。僕ね、50もないと思う。うん。いいわ。高校の時に測った28。約30ぐらいで。そうやね。でも結構ある方でね。ある方ある方。でも、これを潰すには至らないと。ただですね、なんと、このリンゴを一度、冷凍して、解凍すると、もう、ブニョンブニョンになって、バーンって潰せるらしい。パリってなんの？なる。ブニョンブニョン。いや、わかんない。中が多分、あれだよ、パン、わかんない。どういう潰れ方するかわかんないけど、でも、握り潰せると。らしいので、今回はこれを冷凍して、解凍して、潰してみよう。ね、この子に潰してますからね。俺は怒りない。潰せるじゃん。俺これで潰せるから。うん、多分ね。できないことするんじゃないよ、本当に。ね。はい。はい、ということでね、皆さん、これをね、今から、だから冷凍していきたいというふうに思います。お願いしまーす。あ、カリッて言っちゃった。本当にかじっちゃった。ヒュッピンの歯型。今は夜だから、やるのはひなた一人かもしれない。そうね。だから、みんな、ひなたが握りつぶすとこ見といてね。よろしくび。なんか残してきて。なんか残していこうか、うん。おめえらさ、目赤いけど、舐めちゃってよ、すっごい。舐めちゃっていいかな。え、舐めましたえ、そうなの？違う。はい、ということで、もうね、もうこちらの、リンゴちゃんを凍らしてから2、3日が経ちました。あ、もう冷たい、もうすっごく冷たいの。わかるかな？この音。破裂ついてもビクともしないぐらいさ、めっちゃあれだから、そう、あれだから、これを解凍していきたいと思います。溶けるまでちょっと待ってたいと思います。はい、はい、ということで、1時間半とか2時間半とかから解凍してね、もうやばい、本当、おっぱいっていいですかみたいな、本当ムニムニしててね、女子高生の太ももさ当てるって感じ。こちらをね、握力28の日だったら、ゆいが、を割っていきたいと思いますよ。言っちゃっていいんですかね。やっていきたいと思います。ってことで、飛んだら嫌なんでバリアをしたいと思います。民族で。なーすごいにゃーならにんきわわ。はい、じゃあ割っていきまーす。待って、ゆい、左だ！違う、右だよ！右が28あるんだから。なんで左でやろうとしたの？ 3、2、1! やりたかった？やりたかったのに。じゃあもう一回。いや、もう完璧だよ。せーの。ゴーストノート書いてるな。ちょっと、こう、いちゃんとした音程の前に、トゥルンって。せーの。なんだよ。漏れないで、これ。うわぁ。なんでこうやって。